ステップ踏んでますね。何をする気だ。あーヒップアタック。実に楽しそうです。タスミリカさんは楽しそうですね。おお、お気をつけください。あ、蹴った蹴った、階段落ち。パートナーにします？しません。やったぞって言ってますね。この嬉しそうな顔、笑ってますよ。すっごい上からいやもうセコンドのね、上村選手とかみんなドン引きしてますね。ってなってましたね。あんな表情になりますよね。いやいやいや、まだ上げないまだ上げない。おお、なんかこれ抱っこした。何するの。ああ、まさか、いやまさか場外で、場外でリバースダイヤモンドスイング。しかもリバース式。あー終わった、もう終わりですね。終わりだ終わり。もう気づいた時には、いやもうずっと前からミエは一人で大丈夫なんですよ。もう私が横にいなくてももう全然大丈夫だから、今日で各チームは一区切りです、でも別にミュウが嫌いになったわけじゃないし、もっと好きになったし、プロレスってやっぱすげえな、面白いなって好きも増しました。だからすごい晴れ渡ってはいます。ありがとうございました。なんか質問あれば。一区切りということは次、はい、そのどうだったか別の方と組む可能性が。そこはやぶなので、今は一区切りだなって私は決めました。ミュー選手にはまだ伝えられてない。知らないかも。はい、サマーサンプリンセスリカさんに勝って V さんしました。やった。はい V さん、はい、リカさんには今まで勝ったことなくて、ファクチュームとしてファク結成して以来もう5、6年前、最初は右も左もわからない時からいっぱい引っ張ってくれてたけど、でも去年戦った時から同率に並んだ気がして、そっから今年やっと、追いつくことができたので、こっからもっともっとファクチュームとして切磋琢磨して、これからファクチュームでもっともっといろんな高みを目指していけたらいいなって改めて戦ってみて思いました。サマーサンプリンセス、ここから東京女子の夏が、始まっていると思ってるので、トーナメントもあるし、もちろん私が優勝して、優勝するとあのベルトと、トーナメント系全スラム、グランドスラムになるんです。全グランドスラムになるんです。そうなので、そこを目指してこの夏突っ走っていきたいと思うので、頑張ろうと思います。はい、中島さん、さっきあのリカさんがコメントで、はい、この戦いを持って白チームを一区切りっておっしゃってたんですけど、ね、違います。嘘、リカさんが嫌です。私は嫌です、絶対に嫌です。私はやっぱ
リカさんがいないと何もできないってちょっと言いそうになったんですけど、そんなことはごめんなさい、もうなくしたいって思ってるんですけど、でもやだ、リカさんと一緒がいいので、リカさん一緒にお願いします。わかりますか、優勝、あの僕が記憶する限りでは、はい、このベルトを持って優勝した選手はプリンセスカップ過去にいないと思うんです。いないですね、はい、初めてのことをやってのけたいですね、はい、今までやっぱ東京女子10年歴史がある中でなかなか初めて達成したっていうのは私はないと思うので、はい、なのでここで、はい、達成して、で全グランドスラムの初になると思うので達成します。優勝した場合って今まではあのチャンピオン以外が優勝していたのでそれを挑戦したんですが、はい、優勝した場合あれですよ、ね、すぐに幕張があるんですけれども、はい、優勝した場合の挑戦者というのは自分の中で頭の中にありますか。そうですね、なんか戦いたい選手とかはもうみんな東京女子もちろん全員熱いのでやっぱ何人かいてしまうので今の段階で1人みたいなのはいないんですけど、でも多分そのトーナメントとかも見ててどん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 やっぱさらに戦いたい選手も増えてくると思うし、でもそういうの全部戦って倒した上で改めて決めて私が誰々と幕張メッセでやりますって言いたいです。行ったりましょう。鋭いジャンピング。